どうも、皆さん、今回は、続編が続々と登場してるアニメ特集だよ。どういうこと？かつてヒットしたアニメだったんだけど、アニメでは完結してなくて、長い間、続編をアニメでやらずに、一ファンとしても、アニメは、さすがにもうやらないだろうと諦めていたところに続編がアニメ化されることが、最近かなり多いんだ。おう、ファン待望のってやつやな。特に驚いたのは、君に届けなんだよね。風早くーん。原作は少女漫画で、実写映画にもなったりしつつ、アニメは2期までやったんだ。1期も2期も大人気やったよな。野戸真美子さんが主人公を演じとって、ヒーローの風早くんのイケメンぶりがたまらん作品やったな。うん、私も大好きな作品だったんだ。特に平野綾さん演じるくるみ沢梅が好きだったんだよね。リュウさんの負けヒロイン好きは性癖レベルやな。まあ余談はさておいて、大人気のアニメだったんだけど、アニメの2期は2011年と今から12年も前の作品なんだ。君に届けの時に生まれた子供はもう小学6年生ですか。私も歳を取るわけや。原作自体も2017年の完結済みで、さすがに3期はないだろうと思ってたんだけど、先日ネットフリックスで3期の制作配信が決定したんだ。マジか。アニメの2期の時点では原作の11巻あたりまでで、3期でどこまでやるかわからないし、もしかしたら4期とかやる可能性もある。ネットフリックスの場合は配信で人気やと続々とシリーズ作りますもんね。バキとか大人気やし、アニメで原作の最後まで見れるかもしれないって思うとワクワクが止まらないよね。今から期待やな。しかもさ、これが一番重要でもあるんだけど、黒沼沢子役を野戸真美子さん、加瀬早翔太役を並川大輔さんで続投することがすでに決定してるんだ。マジか。他のキャラのキャストさんについてはまだわからないけど、制作会社もプロダクション IG のままなんだ。すごいですね。12年も経っとるのに主人公も制作会社の変更なしとは。平野綾さんも続投するんやろうか。ネットフリックスはこの路線で行けば良いのになって思うんだ。オリジナルアニメの制作はいろいろとギャンブルではあるんだけど、1期や2期が人気の作品だけど3期は制作されてないみたいな作品って山ほどあるんだ。確かにそうやな。2期までのファンも大勢いますし、制作会社とかそのままなら変な作品にはならへんやろうし。君に届けの3期がどうなるか今から期待だね。さらに青のエクソシストも7年ぶりの3期が決定したんだ。マジか。青のエクソシストの原作自体はまだ完結してないんだけど、2期を2017年に放送して以来音沙汰がなかったんだ。6年ぶりの3期決定ってことか。ファンは待ち望んでたやろうな。1期は2011年に放送してて、いわゆる日後枠だったんだ。ああそういえば夕方やってたな。ただ1期はいろいろと原作改編もあったりしたんだけど、2期はその改編路線を原作準拠にしてやってたんだよね。個人的には1期よりも2期の方が好きだった。なんかもう懐かしさすら感じますね。1期、2期、そして劇場版の制作は A1 ピクチャーだったけど、3期はスタジオボルンに変更されてて、このあたりの影響はどうなるかは気になるところではあるんだ。でももうここまで来たら3期やってくれるだけありがたいですよ。さらに魔法少女まどかマギカの続編映画も2024年の冬に上映することが決定した。よかった。やることは知ってましたけど本当にやるんやな。予告映像みたいなのも公開されてたんだけど、私のさやかちゃんがとんでもないことになってるんだ。なんやこれ、包帯ぐるぐる巻きやん。もう気になって気になって。2024年の冬ってのが1月から3月なのか、10月から12月のことなのか。どっちなんや。さらに響けユーフォニアムの3期も2024年に放送される。待っとったで。2期の放送は2016年、その後に映画がいくつか制作されて、2019年に劇場版響けユーフォニアム誓いのフィナーレが上映されて以来の新作なんだ。テレビアニメとしては8年ぶり、劇場版含めると5年ぶりの新シリーズなんやな。ゴブリンスレイヤーの2期もようやく放送されるんだ。おお、1期はいろいろな意味で話題になりましたね。映画というか OVA が2020年に制作されたりしたんだけど、1期から5年の月日が経って2023年の秋アニメとして放送されるんだ。楽しみやわ。黒執事も寄宿学校編の制作放送が2024年に決定してる。大人気シリーズやん。テレビアニメ自体は3期まで放送されてて、1期は2008年なんだ。15年も前ですか。3期の放送が2014年で、テレビアニメとしては10年ぶりの続編となる4期なんだ。めちゃめちゃ間が空いとるけど、その間に OVA とか映画とかもやってましたからね。でも映画も2017年か7年の月日を経て令和によみがえる黒執事、楽しみやわ。そしてガンダムシード、デスティニーもそうだね。ガンダムシードはほんまにガチでやるんやな。なんかこう続編やらんのけって思ってた作品がどんどんと決まってる印象やな。こうなってくるといろいろと続編を期待したくなるよね。こういう流れが生まれてる時は続きやすいし、続編がヒットすると他の続編もアニメ化しましょうって動きが強まるからさ。この作品が令和に行けたんやからこの作品も行けるやろみたいな感覚ですか。まあただ
続編が必ずしもヒットするわけではないんだ。長い間、なんで2期がないって言われてた中で、放送された、働く魔王様とかは、完全に空気になってるし。あれは、ディズニープラス独占なのもあかんかったな。作画の悪さでしか、話題になってへんし。分割2クールで、2クール目なんてほぼ空気や。そうなってしまう、可能性も否めなくはないんだけど、きちんとしたクオリティで作れば、かつてのファンは、また集まってくれるし、人気にもなると思うんだよね。働く魔王様の場合は、内容以前に作画どうにかせえって話やもんな。ほんま、なんでああなってしまったんや。年数が経ってしまうと、旬を過ぎてしまう作品もあるからね。タイガー&バニーとかも2期が配信限定になっちゃって、地上波放送が遅れたせいもあってか、あんまり話題になってないんだよね。2期も面白いんやけど、いろいろと大人の事情が絡んでしまったせいで、視聴者が分散して、旬も過ぎちゃった印象やな。最近の作品は、ポンポン続編決まる作品が多いんだよね。スパイファミリー、鬼滅の刃、呪術廻戦、僕のヒーローアカデミアとジャンプ系の作品は、コンスタントに続編を制作して、旬を逃さないようにしてる印象があるんだ。本来は、それが正解のやり方なんやろうけど、ジャンプ系の作品ほどヒットしない作品やったり、逆に、原作がない作品は、ポンポン続編やるのは難しいのかもしれへんな。個人的には月刊少女のザキくんとか、2期やってほしいんだけどね。1期がめちゃくちゃ売れたのに、2期なかなかやらへんよな。ほんまもったいないわ。原作がそろそろ終わりそうな宝石の国なんかも、そろそろ2期やっても良いんじゃないかと思うんだ。宝石の国はアニメの魅力凄まじいですよね。オレンジさんの CG のクオリティも1期より上がってますし、今、宝石の国の2期手掛けたらどうなるんやろ。なぜか2期が来ないって嘆いてしまうような作品は多くあるし、ファンも大勢いるからこそ、そんなファンの思いに応えてくれるような続編がどんどん作られることを期待したよね。テレビアニメで完結する作品が少ないんよな。もう、これはここ10年か15年くらいのアニメ界の嘆かわしい現状だと思うよ。15年以上前だったら、原作改編がある程度許されて、アニメオリジナルのエンドを迎える作品も多くあったんだ。でも、15年前あたりから、それが許されなくなってしまった。原作のある作品やからこそ、原作準拠で作るのは当たり前ではあるんやけどな。私は、アニメはアニメ、原作は、原作っていう考えが第一にあるから、面白くなるならアニメと原作で違うエンディングを迎えてもいいと思ってるし、それも、媒体の違いの面白さだとは思うんだけどね。でも、それやる度胸はなかなかないですよね。ファンから原作通りにしなかったことで批判を受ける覚悟で、アニメオリジナルのエンドを作り上げるのは、昨今は難しくなっちゃってる。でも、それなら、ある程度以上の人気のあったアニメは、アニメという、媒体で最後まで描いてほしいところなんだけどね。最近は、漫画原作のアニメの場合って、漫画自体が昔よりも、長期連載のものが減ってきてる印象やし、3期くらいまでやれば、完結しそうな作品も多いですよね。うん。そういう作品こそ分割にクールとかで一気にやってほしいところなんだけどね。自転車操業の状態にあるアニメ制作会社には難しいのかもしれない。そこでネットフリックスさんとか海外配信サイトのお力添えをいただければって感じよな。最近は海外資本が入るアニメも珍しくないし、海外ファンが多いアニメの続編が作られる流れが今後生まれるかもしれないね。海外のオタクと日本のオタクが笑顔で続編を楽しめるのはええことやな。君に届けも原作の最後までアニメ化されることを期待したいところだね。ほなまた次回。